こんにちは。レアアバカンパニーの清水です。今日はですね。好評の面接シリーズ、関西の私立大学の山田さんにですね。 今日は挑戦いいいただきままますすすよよろろししししくくおお願願そしたらですね、いつもと同じように大体20分面接をさせていただいて、その後に解説という流れで、今日もやらさせていただきます。はい、で山田さんにはですね、事前に学地化を書いていただいているんで、この学地化に従って質問をしていくと、まあ、このような流れの中でやっていきます。ですから、極めてオーソドックスに、この学地化に従って、じゃあ質問していきますけどって形でスタートします。山田さん、いいですね。はい、はい じゃあそれではスタートですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、こんにちは山田さんこんにちはそしたらですね山田さんですね学知科をた書いていただいて僕の方でも読まさせていただいてるんですけどじゃあ、はい、簡単にね えっと、自分が学生時代に頑張ったことっていうのを、まあ、簡単にちょっともう一回話してもらってもいいはい私が学生時代に頑張ったことは議員インターンシップとインターンシッププログラムを運営する全国規模の学生団体の中の研修、まあ、部に所属しましてそこで半年間の活動に注力しましたで私はその団体の中で、まあ、インターンシップに参加する学生6人の担当を持っていたんですけれども、まあ、その担当の学生に加えて1人でも多くの学生が 学びや成長をインターンシップからも使えるということを目標に力を入れて活動しておりましたなるほど。そしたらちょっと確認なんですけど、はい、このあのー、議員を、まああの、いわゆる議員にのところに行って、はい あのなんか活動していくっていう、これ全国規模なんですかそうですね、全国規模で行っていましてまあその全国の中でも一つ一つの県にそれぞれ支部がありましてまあ、その県で開催されるインターンシップをその県の支部のスタッフが管理するという形で運営を行っておりますこれそうすると、例えばあなたはっとどこだ関西のどこの県の人はどこだったの私は兵庫県ですそうするとその兵庫県で言うと 例えば、議,議員さんというとど、どういう議員さんのが対象になるのそうですね。兵庫県で言うと、もう兵庫県議会議員さんであるとか、まあ、兵庫県内の市議会議員さん。 であるとか、ま,あ、またその兵庫県内のとある市の市長さんであったりとか、さまざ、あ、まな議員さんや、その市長の方が参加しておりました。で大体これ、わからないんですけど、あのはい、このインターンシップに参加するのって、いつからいつぐらいまで、どのくらいの期間、どの主にその大学生の長期期間、の2ヶ月間を利用して行うもので、まあ、春休み、夏休みを利用して、その2ヶ月間、プログラムに参加するっていう内容になっております。 2か月の間、これはどのくらい参加するプログラムなんですか2か月の間で、まあ、その,あの受け入れ先にもよるんですけど、大体週に3回、4回、まあ、それぐらいいの頻度が多いですあ週に3回から4回。具体的には、この、はい、僕もちょっとわからないんですけど、議員インターンシップっていうのは、どういう活動を学生さんがし,して、何を目的としてこれをやってるプログラムなんですか ですね、そのインターンシップ全体の目的としては、まあ、じあの団体としては若年投票率の向上ということを目的にしているんですけれども、まあ、その学生の方が実際に議員さんの活動に同行したり、まあ、議会の傍聴であったりとか、まあ、地域のそういったイベントの同行などを行って、まあ、地域社会と、まあ、その政治のつながりというものを学ぶプログラムになっています。 その政治を学びたいという学生もいるんですけれども、まあ、その就活に役立っているためであるとか、社会的なマナーを学ぶためというふうに考えて、学生する参加、すする学生の方が多いですこれはどんなような方法で、具体的にいわゆる学生さんを、インターンに参加する学生さんの募集してるの <laughs> そうですね、具体的には、まあ、自身あのスタッフ自身が通う大学でビラ配りをしたりであるとか、まあ、その友達とか周りの方にあの連絡して声をかけたりであるとか、また自主的にあの応募してくださった方に説明会などを個別に実施して集客をしていますうんなるほどね、じゃあ、この活動、これあな、あなたは、えっと、これを支えている、はい、要するに運営,あの運営側のスタッフってことだよね。はい、そうです これなんで運営側のスタッフって、どうやったらなれるの基本的に、そのインターンシップに参加したことのある学生が、あの団体のスタッフになることができるので、私自身も実際、そのスタッフになる前は、インターンシップに参加していまして、まあ、その経験をきっかけに団体に入りました。 うんこれはあのまず、あなたそのものが、えっとはい、この議員インタンシップをやろうと思った理由はどこにあるんですかそうですすかそうね私のきっかけは、まあ、その友人がもともと団体のスタッフをしていてその友人に誘われて参加したことがきっかけなんですけれども、まあ、私自身、その大学に入るまではこう自分で何か新しいことに挑戦したりだとか。 積極的な姿勢がない消極的な人間だったので、まあ、その当時その団体スタッフを通して積極的に活動していた友人に刺激を受けていたのもあって、まあ、私もこう何か自分の消極的な姿勢を変えることができればなと思って参加しましたで実際に参加してど,どんな活動を一緒にしたの実際活動あそのインターンシップの中でインターンシップの中では、まあ、実際に議員さんの活動に 同行したりであるとか、まあ、自分が気になることの質問をしたり、まあ、あと実際に本人から、あの、社会的なマナー、基本的なマナーというものを教えていただいたりしました。それでじゃあ、あなたはがそれをやって、一番なんか学べたことって何そうですね。私が一番学べたことは、まずやっぱり地域とその政治のつながりっていうのを学ぶことができて、まあ、実際自分が住んでる地域の委員さんの方に、 あの受け入れさせてもらったんですけれども、まあ普段何気なく暮らしていたり何気なく使っている制度も、まあ、全てその地域の方の声を聞いて、まあ、それを政治として形にしてくれる方がいるおかげなんだなっていうふうに学ぶことができましたし、うん、まあ自身の生活 に深くそういった地域の政治が関わっているということを勉強することができました。うん。でそれを経て、じゃあ運営スタッフもやってみたいって思った理由はどこにあるの？そうですね。私自身その消極的な自分を変えたいっていう風に。 インンターンシップに参加したんですけれども活動する中で積極的に質問をすることによって自身がこれまでの生活を見る観点が変わったというか視野が本当に広がって自分が積極的に行動することで見る世界も変わるし何か可能性が広げられるんだなっていうふうに学んでそのインターンシップを通した後にも自分から何か新しいことに挑戦したいという思いが湧くようになってそれまで消極的だった自分の考え方を変えることができたので。 それをもっと多くの大学生の人たちにも還元したいなというふうに考えて、団体スタッフという道を実際にさあなたがスタッフになって、実際にあなたがやった活動をもう少し細かく説明してもらっていい団体の中での活動、団まず前提として団体の中にはさまざまな部署があるんですけれども、集客を統括する部署であるとか、 事務的な支部運営に関する事務的な作業を行う部署、いろいろな部署があるんですけれども、その中でも私は、参加する学生に向けたイベントを企画運営する部署と、支部運営に関わる事務的な手続きを行う部署、2つの部署に所属しておりまして、主にそこの部署に関わる仕事をしていました、でまた、部署に関わらず、必ずする仕事としては、集客などがありますので、集客にも携わっていました。 で、これあなたがこの実際にここで書かれてる内容で言うと課題、はい、ってこれは何あの実際に参加する人たちって、まあなたもその消極的な自分を変えたいって言って参加したって言ったけどすすごい強い思いい強思でで参加してないんだ、はい、そうですね、主に自身が集客をしていた時に説明会などをした人たちも。 なん、まあ、で参加しようと思ったんですかっていうふうに聞いたときに、まあ、何かマナーを身につけたいとか、こう将来何か役立つと思っていてその具体あまり具体的に落とし込めていない方が多かったので、まあ、その具体的なこう明確な目標がないまま入ってしまっても、自分が活動したときにどう行動すればいいかっていうのは分からないので、まあ、やっぱりそのモチベーションの低下につながってしまうっていう課題があるんではないかなっていうふうに、活動として感じました。これ実際さ そのままあ、まあそういう軽い気持ちで入って、最後まで続く人ってどのぐらいいるの比率でいうと。まあ最後ほというのも、その、うん、実際にスタッフが担当学生を持って一人一人サポートするので、まあ、そういった面もあって、続くんですけれども、まあ、やはり途中で辞めてしまう方も、今まで数人はいらっしゃいました辞める理由の一番大きいところは何なの理由はやはやり最初 少し軽い気持ちで入って、まあ、その受け入れてもらった酒が結構活動が厳しかったりとかあまり結構,その結構活動頻度が多いところとかに入ってしまうとどうしてもあのきついといった理由で辞めてししままう人もいましたねうんでそれに対してあなたはその具体的にそ,の、はい、それに対してどど何が課題で何をすべきだって思って活動したのまあ具体的には 入った理由が何であろうと、入った後、自分がどうなりたくて、どういうふうに行動していくのかっていう、そういった具体的な行動目標を持って活動すれば、お、ま、の、あ、ずとそのモチベーションは上がるのではないかなというふうに考えたので、まあ、その学生の、学生に対して明確な行動目標を持ってもらうように、自身がサポートするべきだというふうに考えて行動しました。これ実際にはどんなことをやったのまあ実際には、主に2つあるんですけれども、 まず一つ目は、まあ、その担当受け入れ先というものを私自身持っていたので、まあ、そこで学生は活動してるんですけど、そのもとに他の団体スタッフよりも、あの、誰よりも多く学生のもとに出向いて、まあ、実際に一緒に活動をすることで、その活動のお手本といいますか、この活動の姿勢というものを見せて学生に刺激を与えて、今、まあ、その実際に学生がよ活動してる様子を見て、もっとこうした方がいいよとか、 そういいアドバイスっていうものを行いましたで。まず2つ目がその、まあ、イベントを企画運営する部署に所属していたんですけれども、まあ、その中で2ヶ月の活動期間のうち1ヶ月目、そのちょうど折り返し地点に行われるあのイベントの企画責任者を担当しまして、まあ、その中で、より高学生の意欲が上がるようなプログラムに内容を修正しました。 こう例えばそのイベントでさ、意欲を盛り上げるっていうのは、具体的にど,どんなイベントをしたってことですかそうそのイベントの内容自体は、まあ、折り返し地点ということで、前半の活動の振り返りっていうものを行って、その振り返りをもとに、後半の活動への目標設定をするっていうのが。 主な内容になるんですけれども、その私が担当する以前のイベント内容ですと、前半の活動の振り返りで、まあ、ここができなかったとか、こ,のここの自分の力が足りていなかったっていう思い、反省点を見つけるっていうのがメインの内容で、まあ、その反省点をもとに、じゃあその後どうすればいいかっていう目標を立てるっていう内容だったんですけれども、 私が考えたのは、その振り返りをするときに反省点をメインに見つけるよりも、自分ができたこととか、学んだこと、成長したことに焦点を当てて、それをたくさん見つける。そこで、あ、自分ってこんなに成長したんだっていうふうに少し自信をつけてもらって、じゃあ、もっとそれを成長させるためにはどうすればいいかっていうふうに考えて、目標を立ててもらう。 で、さらにその目標にを達成するために、細かい行動計画を立ててもらうっていう、対あの、内容に修正しました。それは、どうしてそういうふうに変えた方がいいと思ったのそうですね。その、モチベーションを、その、学生の意欲が下がることが課題っていうことで、まあ、その意欲を上げるためには、やっぱり自分が何か成長したっていうこと、実感、 すれば人っておのずとモチベーションが上がるのではないかなというふうに考えて、まあ、自身もその実際にインターンシップ参加したときにあ成長したっていうふうに考えてモチベーションがすごく上がった経験があったので、まあ、できたこと学んだことっていうふうにプラスの面に焦点を当てることで、まあ、その今後の活動もよりその意欲が上がるのではないかなというふうに考えましたじゃあさ今の話の流れでさ山田さん自身が実際に自分がインターンをやったときに、はい、なんか具体的にモチベーションが上がった、はいうた このなんか体験って具体的に何だっったのかってて話してくれるは私自身インターンシップ活動中に毎日必ず5個は最低5個は質問するっていうふうに目標をさ定めてたんですけどそれまではあまりこう自分から積極的に質問することができなかったんですけど こうだんだんこう自信がついてきて質問するようになって、ある日その受け入れ先の方に、あの、山田さんはその誰よりも一番多く質問してくれて、そのたくさん知識を吸収しているところがすごいっていうふうにあのコメントをいただいて、まあ、そこで、あー 自分ってこう積極的に行動できているんだなっていう風にう成長を実感できたっていう体験がありました、うん、じゃあ例えばさ具体的にあなたがたん、まあ、事務局で担当した時にその前半戦が振り返った時にそのあんまり意欲が高くなかった子でそのモチベーションを高めるために具体的にアドバイスしたりしたこととかなんかそういうのあその 活動前は活動に対して結構消極的で、と、まあ、りあえず就活のネタになるから参加してみようかなっていう感じで参加してて、あんまり目標とかも定めていなくて、どこかこうやる気のない感じで活動をしていたんですけれども、まあ、その私が実際に事務所に出向いてアドバイスを行ったりしたことで、徐々にこう活動に積極的に取り組むようになって、 で,で、最初はその受け入れ先の評価としてもあまりこう積極的じゃないなっていう評価をされていたんですけれども、最終的にはまあ一番あの成長して、あのなん一番このリーシュロがあったっていうふうに受け入れ先からも評価をいただいた学生の方がいて、で、その人も実際にその、そのインターシップだけじゃなくてインターシップが終わった後もアルバイトなども積極的に取り組めるようになったっていうふうに言っていたので、まあそういう点ではすごくあのインターシップを通して成長した。 人人の一人なななじじゃいいいかなとううふうに感じていますその成長した彼は最初その、あまりやる気がなかったんですよね。はい。それがやる気を持つようになった具体的ななんかきっかけってどこにあるの具体的には、あのー、なんか政策立案。例えば、地元の課題はこうだから、この課題を解決するために、こういう政策があったらいいなっていうふうなものを発表してくださいっていう課題があったんですね。プログラムの一つで、まあ、その中で。 あの、その生徒が発表準備をするときに、まあ私自身も少しそのアドバイスをしたりであるとか、発表の仕方、もうちょっと声を大きくしたりした方がいいよっていうふうなアドバイスをもとに、実際にプレゼンを行った結果、その受け入れ先の方から、そういう高評価をいただいてて、まあそこでこう初めて、その学生は自信がついたみたいで、まあそういう点で、あの、モチベーションの向上につながったのかなっていうふうに考えてます。うーん これってその僕、ちょっとわからないで全体の質問なんですけど、はい、参加する人たちってやっぱりそんなに目的を持ってないでこういうのって参加する人が多いんだそうですね、まあ、その具体的な数字はあまり把握してないんですけれどもすごくこう熱意を持って参加している学生は少なかったように私は感じましたねうん多くの人なこに就活に役に立つから出ようってうが多いんだそうですね、やっぱりそのインターンシップっていうと、まあ、就活の上で。 やはりネタになるっていうふうに考えてる学生が多いみたいで、うーん、はい、で、だから、一応参加したけど、別にそんなに自発的にはやってないんだ。そうですね、私が担当した学生で、そういう学生はやはり多かったですね。それは、こうなんかじ、何、自分が褒められるとか、なんかそれがきっかけになるの、一番きっかけで変化が起きるものっていうのは、その一番はなんだと思うのそうですね一番はやはやり受け入れ先の方から 成長を指摘されたり褒められた時っていうのがやっぱり一番モチベーションが上がる時なんじゃないかなと思っていてうーん、はい、なるほどね褒められると頑張ろうとするんだそうですねやっぱり自分ができたこととか成長したことをこう言葉で指摘してもらえたり何かこう自分の中で成長自覚できるような経験があるとそれがモチベーションの向上につながると思いますじゃあそしたらさあなたがこの活動でその一番ね この活動を通して一番自分が工夫して頑張ったことって何ですかって聞かれたら何て答えるの一番工夫したことはやっぱりその学生一人一人に寄り添ったことですかねまあその一人一人の学生がどういう目的を持って入ったのかとか普段の活動の様子を見てタイプを把握して まあ、一人一人にあの会ったコミュニケーションを取ったり、アドバイスをしたりしたことで、まあ、その学生が成長するプロセスを自分がスタッフとして、その道を作ってあげることができたのかなというふうに思っています。なんかそこのくだり、なんかもう少しわかりやすく説明できる、はい、モチベーションを上げるために、あなたが具体的にやった行動を、なんかもう少しわかりやすく言える そうですね。まあ、具体的には一人一人のサポートということで、まあ、必ずその事務所には数多く、受け先に数多く出向いて、学生の方と話してで、その活動で感じたこととか、今日は何ができたとかそういうことを聞いて、振り返りを言語化してもらうようにしてました。うまあそうすることで、普段振り返活動が終わってもなかなか自分自身で振り返るっていうことを多分あまりしてこない学生が多かったので、 それを言語化してもらうことで自分の成長とか学びっていうものを見つけられるように工夫していましたし、まあ、自分が事務所に出向けない時も、まあ、LINE とかそういった連絡手段を使って実際に今日はどうだったっていうふうに聞いての振り返りをまた言語化してもらうっていうふうに主にその学生自身に言語化してもらうようにサポートしていましたこれ実際にあなたがさ今までそのあんまり積極的じゃなかったのを、まあ、実際にそ、はい、の活動を通して一番自分自身が変わったって言えるところは何 そうですね、自分が一番自身で変わったのは、まあ、その何かこう課題があった時に主体的にどうすればいいかっていうのを考えて主体的に挑戦することができるようになったっていう点ですかねうんなるほどね、はい、大体20分なんでじゃあここで切りましょうかね、はい、どうもありがとうございましたありがとうございましたじゃあここでちょっと解説をあの 僕聞いててね、これ多分あれだよね、はい、あのエントリーシートを最初に書いた、書くときに、こここういう書いた方がいいから、もっとこうした方がいいよねっていうのを踏まえて、こういうことを言おうっていうふうに準備して、はいはい、今日も面接の前にこういうふうにしようっていうふうに準備したよね。はい、準備したことによって、きちっと喋れるようになったよね。はい、それは間違いないよね。はい そうすると、エントリーシートもなんか、その面接を意識して用意して、こういうこと聞かれるんだろうなって準備すると、結構、ストーリーに従ってきちっと説明できるよね。はい、そ,うそうすると、そのエントリーシート書いて面接をどういうふうに受けていこうかっていうことを、ちゃんと訓練しておくと、だいぶ違うよね。はい、これ、そういう形でやってなかったら、多分途中途中で、もうあやふやになってたよね。はい でそこはね、僕はすごく良かったと思うんですよ。はい、だからきっと質問されたことに答えて、自分がエントリーシートで書いたことって、こういうことだから、面接でこういうの聞かれた交渉っていうのは、すごく良かったと思うのね。はいで、まさに山田さんが自分でも言ったようにで、具体的にはどうなのかっていうことの説明が、まあ、自分でもイメージくで抽象的に説明をしすぎてるよね。はいこれ、例えばさ、こういう活動ってで、なんだろうな、人に関わる話じゃないはい。 そうすると人のモチベーションが低い人を高くしたっていう話をするのって難しいよね。そうですねね難しいよ、ねはい、これさ話的に言うとあの話とも似てるんだけど例えばさあなたが塾講師だとしてですよ、はい、自分の担当する生徒がやる気がなかった頃をこういうふうにしてやる気に出させてもらったっていうのとやってるその仕事は違うけど説明しなきゃいけないポイントは一緒だよね。はい そうすると、この子は積極性がなかったんですけど、私の指導によって積極的になりましたって言ったからといっても、えってしか思えないよね。うんはい、そうすると、じゃあもっとどういうふうにここのとこを説明すべきだったんだろうと思う、うん、そうです、ね、例えば、モチベーションのやり就活だけできればいいやって思ってきた A さんがいた、はい、その子を具体的にもっとどうして、 最後、こうなったみたいなとこの話をさ、ストーリーでしようとした。どんな風にして話すじゃあ例えば、もう一回やってみるか。うん、山田さんね、じゃあ、あなたが担当した子の中で一番最初、すごくモラルが低かったとか、意識の低かった子をさ、最後、あのもうこれバイト、これやってよかったですっていう風に変わるためのプロセス、もう一回話してもらっていい、うん、はい。ある一人の,あの学生がいまして、その学生は、最初入った目的としては、まあ、何か就活になるネタが、就活のネタが欲しいというカレー,リーで入っていたので、 まあ最初の活動もこう自分から主体的に参加したり受け身の,その主体的な姿勢がなくてそう受け身の姿勢を持って活動していた部分があったんですけれども、まあ、その学生のモチベーションを上げるために、まあ、実際の活動を私が事務所に出向いてみて、まあ、ここ、あ何かここ成長したなっていう部分があったら、まあ、そこをあのこまめに伝えてあげるこの成長した部分っていうのを自分からこう言葉にして相手に伝えてあげるっていう風な行動を継続した結果 学生自身もあ自分は活動通してこういうふうに成長したんだっていうふうな自信が少しずつついていってその積み重ねによって自分から受け身の姿勢がなくなって主体的に活動に参加するようになったっていう経験がありますそれ具体的になんか説明してる <laughs> できてないですできてないよね <laughs> 具体的ってさどういうふうになるかっていうといいですかじゃあ例えば僕がえっと具体的に説明するっていうのはどういうことかって今お見せしますけど はい、具体的っていうのはねシチュエーションを細かく説明してあげるってことなんで、うん、じゃあ例えばじゃあ山田さんが僕にじゃあ同じようにちょっと一回質問してあなたが面接官のつもりで聞いてじゃ俺があの山田さんのつもりで答えっと、はい、具体的にその学生のモチベーションを上げたという点について何か。 学生が何かか変わったという経験はありますかあの実際に私が、ね、担当した学生さんの中で、これはあの男子だったんですけど、あの理科系の学生さんだったんですね。で、あんまりふさんから人とあんなに接触が取らない子だったんですけど、うん、で最初、やっぱりうちのインターンは、あそうだな、自分はちょっと理系だから、口下手だから、なんかこのインターン出て、少しちょっとなんか就活の役にも立つし、なんかいろんな人と接点持っておけばいいなって、軽い気持ちで来られたんですよ。だったんで、うん、例えば具体的に彼 彼はですね、あの実際の、あのー、市議会議員の A さんっていう先生に着いたんですねで、その先生って実は着、まあ、いた時に大体あの、まあ、朝から晩まで一緒に活動しようってことで、その先生って朝から実際にはですねあの自分の選挙区のとこに行って、ですね毎朝の演説をする方なんですよ、であの10分説明して、その後また場所を打つっていうのを午前中だけで10か所も動くみたいなことを毎日やってる人だったんですけど、まあ、その彼はそこに連れて行かれたんですけど、最初なんか なんかこうね、先生が話してるときもぼーっとして何もしなくて、先生からお前ついてきてるだけだったら何の意味もないじゃないかというようなことをだいぶ言われて、別に俺そんなに積極的にやりたくて思ったわけじゃないみたいなことを私にこぼされたんですよ。私、別にそんなに真面目にやりたかったわけじゃないのに、先生にね、なんか連れてかれて、お前この準備しろ、あの準備しろとか言われて、なんかめんどくさいですよねっていうようなことがあったんですよ。で、私はその時にね、自分の経験で、それ、自分が何か最初に気づいたことをやってみるとか、まず行動してみると考え方が変わる。 からまずは先生に今日言われたことをじゃあ例えば明日は先回りしてこれをやってみようこれをやってみようってやってみたらいいんじゃないですかねと1個でもいいから先生に今日指摘されたこと何個指摘されたって聞いたら10個も指摘されたっていうから10個も直らないからじゃあ2つだけちょっと直してみましょうよってその子は先生と一緒に歩く時に先生がいつあの昨日やった場所はどこだって分かってだいたい台の上で何々するから一番最初にここの場所がいいなって台を設定する台を置くってことを 私がやることにしたんですねそしたら3日目かなお前なんか大きちっと置けるようになってお前なかなかこう筋がいいじゃないかって褒められた、まあ、こんな経験があってだから先回りして1つでもいいからまずやってみなさいよってそしたら先生が気づいて褒めてくれるよって言ったらそれを実現したことによって変わってじゃあ明日はもう1個プラスでやってみましょうって言ってやったら変わって例えばねそうするとシシチュエーションが具体的だよね、はい、そうすると何が変わってったのかって分かりやすいじゃない。 はい、そういうふうに、例えば受け入れ姿勢が消極的だしたとかっていうのって、何の具体的な事実もないんで、んシチュエーションっていうのはね、何でもそうで、何月何日のどこで何を具体的にこうでこうで、だからこうなった、私は直接的なアドバイスとして、こういう言葉を吐いたな、例えばね、私は積極的になりなさいって言いましたって、別に具体的にも何にもないから、私はね、積極的になるためにね、あなたこうこう、こういうふうにしなさいって言ったんですよ。 そしたら彼はそれを受けてこうしてみたいな、それが具体的なシチュエーションを説明するって行為なんで、うん、これがリアリティなんだ。はい、それがリアリティだから、この例えばこのリアリティをどんなに基礎相手に情景が浮かんだでしょ、今、俺別にやったことないけど。はい 相手に情景が浮かぶように説明して例えば具体的にこうやった、例えば具体的にこうやった、例えば具体的にこの子がこうやった、例えば具体的にこうやった、あそういうことをいっぱいやったんだな、この子はってわかるのね。うそうじゃないと抽象的にあの意欲の弱かった A さんを私が毎朝早く行って、あの意欲が高くなりましたって言ったからって、いや、何したか全然わかんないじゃん。はいいだから、その、のここういううって、よりこう そういう細かなことをきちっと説明することによって、相手が状況がなるほどころだったんだね。で、こ,ううとこの時に一番大変だったことは、こうで実際に彼はね、そうは言っても俺別にそんな真面目にやりたいわけじゃない。いや、そうじゃなくて、こうでこうでこうやった方がいいんだからって私何度も言ったんですよ。そしたら、まあそこまで言うなら一回だけやってみますよと。で、やってみたら、いや、褒められたんです。いや、それが機会で、次の日こうしてみたら、じゃあやってみますって、またなってとかね。そうすると、なんかすごく自分の働きかけの部分が伝わりやすいよね。うん。それが、こういうね、 なんだろうモチベーション系の話を説明するのって意外と難しいんだよね。はい、そういうのは今みたいなシチュエーションをで何度も何度もこういうふうにやって一回やったからうまくいきましたなんて話はねえじゃないですか、いやその子最初はやる気なかったんですよ、うん、私はだからこうこうこういったの、そしたらまあそこまで言うならやってみて、でやってみたらこうだったり、じゃあ次はもっとこうしてみようって、だからそうするとリアリティじゃない、はい、そうやってまずやるっていうのが一だよね。うんはい、それと こういうねモチベーションみたいなものを説明するときってやった行動って例えばこれでいってもさすっごい内容にはならないよね、はい、そうだよね特別な話にならないから、うん、そうすると何であなたがそこまでやらなきゃいけなかったっていう動機を強めに話してくるんだよ、うん、だからなぜそこまであなたがやらなきゃいけなかったってことを強めに話してくるんだよ、うん、そしたらあなたが話しべなんかさ 私は別に積極的な人間じゃなかったけどこの活動を通して積極的になったっていうとそんな,なんかリアリティが弱いよね。うん、なんであなたがその見ず知らずのね、うん、インターンシップに来た学生をそこまでモチベーションを上げなきゃいけないなと思ったっていう動機は何ですかって言われたら何て答えるそうです、ね、私自身インターンシップした時も団体のスタッフの方が一人担当としてついてくださって。 でその方がすごく好みに連絡をくれて同じように、あのー、分からないことがあったらいつでも聞いてねとか心強いパートナーみたいな感じですごいサポートしてくれた経験があってだから自分がそのなかなか活動に力が入らなかった時もその方が今の説明もダメなんだよ <あー S 1> 私の活動に力が入らなかった時じゃないんだよ <laughs> はい具体的にこういう出来事があった時にその人はこういうアドバイスをしてくれた、うん だから私はその時にこうなった。これがリアリティーなん,ですーんそこをちゃんと話せないと、真剣度合いの勝負が分からないんだよね。だからそこの説明の仕方の問題で、例えばね、僕はあのうちのこ,この YouTube のやつ動画でも流してるんですけど、僕はあのこういう具体的な例も話してるんです。例えばね、 僕ががが小学校の時に背が低かったから足が遅かっったたら足遅ですとでどうしてもリレーの選手になりたいから4年の時にリレーの選手になりましたっていう、まあ、例えば話があったとする。でこの話のシチュエーションの時にね、うんはい、毎朝 50m 走を10本,10本やりました1年,も1年間ってやってその走り方の部分の。 いや話を説明ししてて感動しないよね、はい、だっていやあのスキルみたいな話になるスキルも説明しにくいんだよね。うん、でそしたらどうやって動機なんだよね。うん、なんでリレーの選手になりたかったかっていうその動機が激しいとそれは一生懸命やるよねっていう話になる。これ僕は動機ってどういうのかっていうと、うん、実は私は1歳の時に左足をやけどで溶けてないんだよね。今でも実は左足ないの。これ本当に実話なんですけどね。あそうなんこれだけ溶けてないんですよ。うん、なぜかっていうと1歳の時に 母親が私を寝かせていて掘りごたつ、2>, うん、2階に上がってる間に私は足が滑らしたり掘り、うん、ごたつに足突っ込んじゃった。キラキラ泣いてんだけど 2>,、うん、2階だから気が付かない、戻った時にはもう足が真っ白になってどこちゃった。うん、そうすると母親が自分の落ち度でこの子、ひょっとしたら歩けるのだって危ないんじゃないかって言われて、うん、まして本当に速く走れるのかしらだよね。うん、で、母、うん、母親、まあ、父親と母親は父親ま父父とはの 姉さん夫婦とも住んでたからね、たぶ、うん多分あなたの落ち度でこの子って走れるようになるかどうかわかんないわよってずっと言われてたと思うんだよね。うん、そうすると単に背が低いだけでって足が遅いのはしょうがないけどこの子やけどのせいでって思っちゃうじゃん、母親が。はい、だったら、いや、俺はリレーの選手だぜって言ったら、ああ、よかった、私の足のやけどのあれのせいじゃないって母親が思うでしょ。うん、だから私はリレーの選手になりたいって言うと どれだけ一生懸命に練習するかってことは伝えられちゃうじゃんそれでそれが動機を説明するその時って動機の強みってね私が 積極的じゃなかったものがこの活動によって積極的になったってだけだとこれが分かんないんだよん分かんないよね、はい、消極的だった私が積極的だったとそれはどの度合いなのだから消極的だった自分の人生の時にこんな嫌なことがいっぱいあったで私はこの活動を通して積極的な活動をすることによってこんな自分になりたってこれを見せてあげなきゃいけない、うん うん、それだけ強い動機があるんだったら他の子にもそうなってほしいなと思うよねっていうのを俺たちが推測していくゲームなんで、うん、そうすると例えば今のくだりの中でさ山田さんがね「はい、どうしてあなたがそんなに、ねうん、みんなに意欲を持ってほしいと思ったの?」って聞かれたら何て答える、うん、そうですね自分がそのインターンシップをする前に大学受験に失敗して。 今の大学に入ったっていう経験があってで、その大学受験も自分にとってはすごく大きな挑戦で、まあ、それが失敗してしまったっていう経験があって、すごく恐れていた部分がこうあったので、まあ、だけど、具体的に何を恐れてその失敗して自分が努力したのに、<ー>その結果に報われなかったっていうその大学受験の失敗の経験があるので、 あそこでもしその自分が頑張ったのに報われなかったらどうしようとかそれで辛い思いをしたらどうしようっていうふうに慎重になりすぎてしまう自分がいたのでまあそういうとこから少しこう自分から積極的に何か挑戦するっていうところを恐れていたっていう部分がありました、うん、その中で,、うんはい、でインターシップにあの実際に参加した時にそういう自身の過去もあってこうなかなか 例えばその受け入れてくださった議員の方にこう自ずからこう質問をしたりっていうことが最初は全くできなかったんですけどその中でそのサポートしてくれたスタッフの方に相談した時にそれは小さなことでもいいから例えば今日は1つだけでも質問するっていう風な目標をできそうな目標から定めていってそれをクリアしていけばいいよっていう風なアドバイスを頂い,いてああじゃあ小さなことでもいいから目標を持ってやってみようっていうことをやった結果 自分の自信につながったっていう経験をしたので、まあ、そういった自分の経験もあって他の方にもし同じような人がいたら自身の経験を生かしてサポートしてあげたいなっていうふうに考えましたいいねさっきより全然いいよねでね今のあれで止めちゃいけない小さな経験から始めようじゃダメなんだよ 小さな経験から始めたあなたが、うん、あ、うまくいった、次もうまくいった、次もうまくいったって言って、今は私はこんな積極的な私になったっていうところを見せないといけないよね。それがギャントなんだよな。はいうん、で、それのことを活かしてあんな消極的だった自分でも買われた。 この子たちにね、自分のちょっと後輩だけど、こういう風にしたらきっと変われるはずだと。うん、そうしたら私は一生懸命やったんだと。そうすると、あこの子は一生懸命やらなきゃいけない必然性があったなって思うじゃん。うん、そこに強さが見せれるんだよ。はい、そうだよね。それ、はい、はやったことじゃなくて、あなたがそういう動機なら一生懸命やるだろうって、測定なんだよ、これ。 うんそうすると、そこをどういうふうに話ができるかっていうことが、最後問われるうんだって、多分同じような話を多分ねみんなするんだよ、これ、別にたまたま、はい、材料が違って、ね、たまたまあなたはインターンシップ運営、例えばある人はなんとかの運営、なん、はい、とかの運営、はいまあ、モチベーション側に入ると必ず同じような話だよね。はい そうすると、その中で、なぜそこまでやる、このやった活動にどれだけ力がこもってた、だからっていうものが、最後の勝負どころになるよね。そのところを、きちって見せていけるってことが勝負。だから今のところの面接で言うとね、一応無難に、あなたが最初に流れた形の中で言うと、自分に答えられたことを、まあ、感じて、まあ、一応突破してるよね。 だから、例えば一時面接みたいな、うん、一応この子はどのくらいのレベルがあるかっていうのは、あの形で突破できるかもしれないけど、例えば最終面接に俺みたいなおっさんが出てきてさ、はい、えどうしてこれやったのっていうふうにったっ多分そこをものすごくきつく聞いてくんだよね。うん、そうだよねえ。なんでそこまでやらなきゃいけなかったのこ、うん、のところがもう勝負で、あこの子大した理由もなくてやったんだとすると、これ就活向けのネタだよねって思った瞬間に、あ、もうダメだなって落とされに行くんだよね。うん、はい。この部分が勝負なんだよ。うんそこを 最後、店に行くから、うん、今みたいな抽象的な説明のとこだけだとピンとこないんだよな。うん、だって俺の方が説明の仕方ってやっぱりそれがコミュニケーションの力なんで、はい、相手を心を動かすっていうのは個別のシチュエーションなんだよ。うん、そのことをこんな事件があったんですよ。こんな事件があったんですよ。その僕がこんな事件があったからそこをこうしたんですよっていう、うん、そこが何だろ見せ味なんだな。はい、そこを変えると もっと良くなるし、うん、最後なんだ最終面接はそういう勝負の度合いになるだよ、ね。でもちろん、はい、最後ね、勝負の度合いになった時にあなたが受ける企業によって差が出るのは例えばどんなにこのことをその自分の細かな説明の中でやってもうんやったのがこのレベルのことねっていうのともっとこんなすごいことやった子もいるよね。はい、最後この差は埋めれないん こうなんだろうやったものの偏差値の違いなんだよな。うん、でも自分が同じようにやったものの中でのこの最大限に上手に見せてるってとこまでやっとかないと自分のものを見せれないじゃん。うん、そこはしとかなきゃいけない。うん、だってそもそもやったらエピソードの強さ、弱さってやっぱりあるんじゃないですか。はい、そうだよね、うん、そこの差は突破できないんだよな。やっぱり。うん、でも自分のやったことの中の話し方で弱く見られちゃうのはだめじゃん。そこら辺を。 やっぱり変えるといねでもなんか練習してたことによって自分でも練習して話すと安心して喋れるだろ。はい、安心から練習するとい例えば今、俺に指摘された俺とか言っちゃいけないのかなんか私、僕指摘されたさことを意識して作ってごらんそしたらささらに上手に説明できる。もっと上手に そうすると、もう一段深く、おお、いいねってとこまでい,いけるんだよ。うん、そうすると、おお、いいじゃないのって、そこをするゲームなんだな。うん、ゲームって言っちゃいけないんだよね、面接って。だから、それが自分を見せる。うん、で、コミュニケーション力の高い人は、俺みたいにそういうふうにずるいから、そうやってれるわけだよ。うん、手取り、身振りしながら、こんな頑張ったんですよ大変だって、あいつ、アホでねみたいなそう言えるんだよ。うんはい、それが上手に説明するってことね。うん なんか,かりましたぜひね、あのー、そういうところをね更に改善してもらってこれでもね最初から上手に話でできる子いないなんですうん私もねこれまた話す怒られちゃうんですけどうちの娘も,もう今八、はい、年6年か7年前に就活した時にね最初話聞いたらさ、うん、えどん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 上手になっちゃってさんなんでって聞くとさ面接で受けなかったやつを修正していくんだよやっぱり。 うこれはそうだよねどうも反応悪かったどん,どんどんどんそこに対して工夫,工夫とか改善が加わるから最後すごいねこれ誰の話みたいな話になったとだから練習って意味があるのね、はい、的確な指摘をされて練習していけば上達するってことなんだよね何でもそう、はい、あぜひそんな男を工夫してもう一段あの改善してみてくださいねはいありがとうございますじゃあそうしましたらですね今日は関西の私立大学の山田さんをお招きしてですね エントリーシートに従って、実際の流れの中でやらさせていただいた。山田さんは多分、事前でだいぶあの練習したことによって、その ストーリーの中でですね上手に答えられた。でも、そこがは基本的な部分で言うと、1面,面接とかそういうのはこれでいいんだけど、最後のところで言ったときに、もっと自分のやったこととかの部分をどう上手に見せるか、その時に自分がどんな思いでやったみたいなのをもっと強く見せないといけないから、そこのところをもう少し修正していただければいいなっていうふうに思いました。ぜひ山田さんですね、その辺を工夫して頑張ってください。今日はどうもありがとうございましたありがとうございました。